はい、今回はラテラルレイズといいます。ダンベルを使った肩の中央部を鍛える種目を、紹介したいと思います。一緒に鍛えていきましょう。はい、ではまずダンベルを、持っていただいて、ももにポーンと、添えてください。膝を軽く曲げて、ダンベルをハの字にします。ハの字にして、肩からハの字にして、ももに添えてください。肘を軽く曲げます。はい。さらに、ここからポイント。体を少し前傾、前に倒してください。そうすると、反動が使えなくなりますので、肩の筋肉への、ね、刺激が逃げません。少し体を前に倒して、これをしっかりキープして動作を行っていきます。目いっぱいダンベルで大きな曲線を描くように、横に持ち上げていきます。上げる高さは肩の高さで十分です。はい、もう一度、はい、膝を少し曲げてダンベルをももに添えて肩からのハの字にします。肘を軽く曲げたら体を少し前傾前に倒します。この状態でダンベルを横に持ち上げます。で、遠くに持っていくように肩はつけないようにお気をつけください。遠くに遠くに持っていくのにダンベルを横に開いてください。では10回いきます。一緒に鍛えましょう。せーの、1、小さいダンベル戻しきらないように気をつけます。3、4、5、6、7、8、9、10、はい、OK です。さっき言いましたけど、ダンベル最後戻しすぎないでね、手前で少し止めて動作を繰り返していきましょう。だらーんダンベルを、戻しすぎると、これもね、筋肉への刺激が逃げちゃいますので、緊張が解けますので、戻しすぎないように気をつけてください。では深呼吸、少し休憩して、あと2セットいきます。はい、ストレッチをそう、ぎゅー、手前に寄せます。手首を掴んで、はい、反対です。はい、では2セット目いきます。はい、膝を軽く曲げたら、ももに添えてください。ハの字にして肘を少し曲げます。はい、体を少し前傾して横に開きましょう。10回、せーの、1、2、1、3、ダンベルは戻しすぎない、5、6、7、8、9、はい、OK。はい、では深呼吸、では少し休憩して、あと1セットいきましょう。はい、肩の前少し下げて、ぎゅーっと胸に引き寄せます。軽くストレッチしましょう。はい、 OK です。反対、はい、ではあと1セットいきましょう。はい、膝を軽く曲げて、前傾、はい、ハの字にして肘を少し曲げて、ももに添えてください。横にダンベルを持ち上げます。肩すくんないようにお気をつけください。10回、せーの、1、戻しきれない、はい、3、4、5、6、7、8、9、ラスト、はい、OK です。はい、では体を引いて肩持ち上げます。力抜きましょう。せーの、リラックス、もう一度。はい、以上、ダンベルを使った肩の中央を鍛える種目でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。